おはようございます。オレンジ先生です。よろしくお願いします。毎朝計算233日目ということで、今日もやっていきましょう。オレンジ先生はどこだということで、3秒です。3、2、1、そこまで。今回は233日目の3という字の中に隠れていましたということでね、見つかったでしょうか。さあ、今日の学校です。括弧1番が日本女子大学附属中学校、括弧2がノートルダム精神中学校、括弧3が栄東中学校、括弧東大クラス選抜括弧閉じるというところからの出題でございます。今回のレベル星6と、比較的ちょっと簡単、平均くらいかなという感じです。オレンジ先生タイムは2分34秒、ちょっと早めですかね。これを参考に制限時間5分としております。タイム、質問、ご意見など気軽にコメントください。そして問題版書データが欲しいという方は、ぜひオレンジメンバーレベル2を検討してみてください。よろしくお願いします。それでは白い紙とペンを用意したら始めましょう。3、2、1、どうぞ。
はい、そこまでにしてください。丸解きたいという人は一旦動画を止めて自分の納得いくまで解いてみてください。それでは答え見てみましょう。ドン。カッコ1が11、カッコ2が 0.628、カッコ3が2021分の1011でした。いかがだったでしょうか。それではカッコ1番のリプレイ動画をどうぞ。はい、ということで、まあゴリゴリねやっていっても普通に逆算していってもいいのかなという問題ですが、まあ一応この括弧の中がね、まあいかにもその結合法則を取ってくださいみたいな17があるのでちょっと取ってみました。というのも、それぞれのこの括弧内のブロックですね、 17×14、 17×15、 17×4×っていうのが、まあ、全部掛け算のブロックになっていて、で17が共通しているとということは、まあ17で結合法則を取れるよねということですね。はい、取ってみると 17×14+15-4×、もうこれそのまま抜き出すだけね。で、×9/2=68っていう式になり変わるわけですよね。はい、で、この時点でまあ逆算をしてみようということですね。はい、じゃあトーナメント書いて、で、68÷9/2をしたら、で、ここの計算なんですけど、まあ、34×9 っていう風な、まあ約分の結果になると思うんですけど、この後17で割るよね。この後17で割ることを考えて、まあ別にこれ 34×9 やってもいいんだけど、あえてちょっと残しました。まあ 34×9 でもいいんだけど、ちょっと見やすいように34を 17×2 に分解して、17×2×9 という形にちょっと、残しました。あえてね。で、17でどうせ割ることを先に見越してね。で、17で割ってあげると 2×9 が残るから、18ですね。で、29との逆算をして11ということですね。まあちょっとだけ、ちょっとだけここに、工夫の、まあできるスペースがあるのかなという感じですね。まあとはいえね、まあ普通にゴリゴリやっても全く問題ないような問題レベルですけどね。はい。まあ工夫できたら、まあいいかなという感じですね。別に工夫しなくてもいいんだけどね。はい。それではカッコ2番のリプレイ動画をどうぞ。はい、ということで、まあ、ちょっとね、これ工夫迷ったんですけれども、まあ、結合法則ですね。125.6 っていうのと 31.4 っていうのが結合法則取れると。で、今回は僕 3.14 で結合法則取ったんですけど、まあ、31.4 で取った方が本当は早いんだよね。31.4 だと 31.4×4 っていうのと 31.4。だから、まあ、31.4 で取った方が早かったかなってちょっと反省しながら、まあ、いずれにしても 3.14 でも取ってもいいわけだからね。3.14 で今回はちょっと取ってみました。どちらもその 3.14 の倍数だからね。だから、こういう時にね、3.14 あるいは 31.4 で割れるなっていうの、結合法則取れるなって気づくためには、やっぱり 3.14×1 から 3.14×9 っていうね、3.14 シリーズの計算結果は暗記しとかないといけないよね。うん。はい。ということで、これは 125.6。ちょっと細かく書いてみました。掛け算の分解です。3.14×4 がまず 12.56 ですね。で、その 12.56×10 が 125.6 であると。で、31.4 っていうのは 3.14×10 ということですね。はい。じゃあ 3.14 が共通したから 3.14 でまとめてみようということです。はい。括弧を 3.14 抜き取った形。4×10。で、これね、割る8そのまま書いても別にいいんですけど、できればね、できれば基本的には結合法則っていうのは掛け算のみ。のブロックで行いたいものなので、割る8っていうのをかける1/8っていう風にしてあげると。そうすると、まあ、安心だよね。うん、掛け算の分解だと、割り算がね、入ってくると、ちょっとね、単純な結合法則をした時に答えが変わってきてしまう場合があるので、結合法則したい時は割り算をもうなくすような方が、まあ、安全かなと。リスクヘッジかなという感じですね。はい、4×10×1/8引く 10×0.3 と 1.6 も分数にしちゃいました。で、ここの掛け算一気に約分祭りしてあげて、で、あとは普通に計算ですね。で、最後 3.14×5/1 っていう計算になっちゃうんですけれども、まあ、これはね、もう焦らなくていいですよ。5分の1を小数にしたら 0.2 ですから、 3.14×0.2 をすればいいだけですよ。はい、ということで 0.628 でした。はい、それではカッコ3番のリプレイ動画をどうぞ。
はい、ということでね、まあちょっと慣れてないと一見ね、ギョギョってなんだみたいになると思うんですが、まあこれ上も下も、まあ分母も分子も、等差数列になってますよね。下に関しては1から始まって、等差あるいは交差が1ですよね。1ずつ増えていると。で、上の規則性については1から始まって2ずつ増えていると。まあ奇数なんですけどね。ということで、どちらも等差数列が使える。ってことは、等差数列の和なんだから、等差数列の和の公式が使えるよね。はい、等差数列の和の公式、パッと言えますか？括弧、始め足す最後、括弧閉じる、かける個数、割る2、あるいはかける2分の1ね。ということで、その和の公式を使うような問題です。はい、下に関してはもう簡単です。1から始まって2021で終わる。で、個数は当然2021個。で、かける2分の1ですね。で、上に関してちょっと、注意が必要です。最初は1、最後は2021なんだけど、個数がちょっと注意ね。で、これ、例えばで考えてください。例えば、1と3だったら、これ2個だよね、数字。じゃあ、それどうやって出すかっていうと、3の次の数、4割る2で出せるよね。あるいは、1と3と5、3つだったら、これは5プラス1の6割る2で3個って出るよね。だから、最後の数、プラス1割る2をすれば、奇数のこの連続した個数っていうのが分かると。ってことは、今回2021までなんでしょ？じゃあ2021プラス1で2022。で、それを割るにしたら1011でしょ？ってことは1011個だよね。っていう風に、まあ求めてもいいし、まあ普通に等差数列的に求めてもいいよ。2021-1で2020。で、2020割る2で間の個数が1010個。ってことは、間の個数1010個だから、数字の数は1011個。っていう風に求めてもいいです。どちらでもいいです。ということで、いずれにしてもこの1011個っていうこの個数、これはちょっと間違えやすいポイントなので、ちょっと確認してみてください。で、忘れずにかける2分の1ですね。僕ちょっと忘れかけたんですけどね。はい、そうすると、括弧の形、そして2分の1っていうのがもうそのままパッパッと消えますね。で、その結果、残ったもの、これはもう約分できませんから、2021分の1011ということになります。で、これね、もしかしたら2021分の1011、約分できるかもなって思った人もいるかもしれないんですが、これ約分できるかどうかチェックするのっていうのは結構難しくて、でも一個ね、いい方法があって、まあ、詳しい話になるんですけど、ユークリッド互助法っていうのがあって、片方割って余りを見るっていうやり方があるんですけど、例えば2021と1011のね、まあ、要するに割れるかどうかって公約数があるかどうかじゃないですか。2021割る1011をやってみると、1余り1010になると思うんですね。ってことは、この2021っていうのがもう代表選手として抜けて、その余り1010と1011っていうのが残るわけですね。じゃあ1010と1011でなんか公約数あるかって言われたら、もう1以外ないですよね。だって1の差しかないんだから、1010と1011はね。だからもうこれは2以上の公約数はないだろうということで、2021と1011はもうこれは約分できないということになります。で、詳しい話はですね、僕のオレンジ算数クラスの約数か倍数の回かなの基礎編あるいは応用編に、詳しくユークリッド互助法について説明していますから、そちらを参照してください。まあ一応ちょっと説明欄にリンク貼っておこうかな。はい、ということで、2021分の1011となります。で、まあちょっとプラスアルファで知識言っておくと、奇数の連続っていうのは、真ん中の数字、奇数の連続っていうのは真ん中の数字の平方数で表されるっていうのがあって、例えば 1+3+5 って真ん中3でしょ。で、 1+3+5 って計算結果9なんですよ。で、真ん中の数字3じゃん。で、 3×3 で9っていう風な真ん中の数字の平方数が、和になっているっていうのもあるので、例えばじゃあ1から2021までの奇数の連続ってどういう風に計算できるかっていうと、真ん中をまず調べるために平均取ります。1と2021足して2022割る2をして1011、つまり真ん中の奇数は1011と分かる。ってことは1011の平方数、つまり 1011×1011 っていう風な計算式でもこれ分子求まります。どっちでもいいですよ。まあでも、この約分の形を考えるとね、どちらも等差数列の和の公式でやった方が、まあ気持ちよく約分できるのかなという感じです。はい、ということで今回は2分34秒でできたんですが、皆さんはどれぐらいのタイムでできたでしょうか。よろしければコメントで教えてください。まあ今回はね、結構工夫がいっぱいあるような問題でしたね。特に括弧3番なんかは、等差数列の和の公式を知っていないとなかなか厳しかったんではないでしょうか。まあ3問ともできた人は工夫バッチリということで、自分を褒めてあげてください。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。よろしければグッドボタン、高評価お願いします。そしてチャンネル登録まだの方、ポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。